近鉄奈良線和歌岩田駅近くの柏庵白穂で4月23日第2回白穂和菓子作り体験が開かれました。講師を務めるのは白穂二代目店主の新澤孝之さんです。で中にこうやって入れて入れちゃいます。こうやって綺麗にな中のこしあんの形を潰さないように、上沼菓子を仕上げた後はちまき作りに挑戦。店で用意したういろうを国産の笹で巻く体験で3枚の笹を順に巻きつけます。笹を巻きつけた後は上部を折り曲げギグサで巻いて仕上げます。参加者からは難しかったなどの声が聞かれました。以上、白穂から東大阪経済新聞がお伝えしました。